マウスが袋に入っているのは100週間後に巨大化するペットたち。こんにちは、ゼロマルです。木曜日はサルバトールモニターのカマロ。今週はマウスをカマロに与えました。脂肪分が高いので与えすぎは注意らしいのですが、時々与えています。この冷凍マウスは1つの袋に10匹ぐらい入っているのですが、そこから小分けにして入っていることがあります。ここでクイズ。ネズミが小分けにして入っている理由は何でしょう。今回は選択肢なし。それではシンキングタイムスタート。答えは測定の後ということで、第95週目の測定いきましょう。まず体重から、先週は 1785g でしたが、 1900g プラス 115g、 かなり伸びてる。続きまして身長、先週は 114.4cm でしたが、 115.3cm プラス 0.9cm、 身長もいい感じ。今週は鶏肉だけじゃなくマウスも与えたから伸びたんかな。それなら効果てきめんですね。それではクイズの答え、正解は匂いを落とさないためでした。当たったかな。そう、冷凍マウスは水などで解凍することが通例です。その際、直接水につけてしまうと匂いが水に流れてしまいます。匂いにつられて餌を食べるヘビやトカゲにとって、匂いが落ちることは餌を食べないことにつながってしまいます。こういう一工夫がありがたいよね。次は土曜日、シルバーアロワナの武蔵を測定していきます。お楽しみに。バイバイ。動画更新遅れてほんまにすみません。